第22試合ワンマッチアンダー15 42.5 キロ級の両選手の紹介をいたします。赤コーナー水沢誠選手、フレア山上ジム。青コーナー平賀風磨選手、河野須重のジム。ラストラウンド。
ただいまの試合の結果は、赤コーナー水沢誠選手の判定勝ちでした。続きまして第23試合ワンマッチアンダー15 50キロ級の両選手をご紹介いたします。赤コーナー元島レア選手足利ジム、青コーナー豊島はじめ選手大橋ジム、2回目。
ラストラウンド。ただいまの試合の結果は、赤コーナー本島玲奈選手の判定勝ちでした。続きまして第24試合ワンマッチアンダー15 52.5 キロ級の両選手をご紹介いたします。赤コーナー糸井ロミオ選手、足利ジム。青コーナー大内健太郎選手、大橋ジム。Oh, that's a good one.
セコンドアウト、ラストラウンド、ただいまの試合の結果は、青コーナー、大橋健太郎選手の判定勝ちでした。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。
続きまして第25試合ワンマッチアンダー15 55キロ級の両選手を紹介いたします。赤コーナー地区竹虎選手大里農場、青コーナー橋本仁選手ピン&ティージム、セコンドアウト2回目
ただいまの試合の結果は、青コーナー橋本美穂選手の TKO 負けでした。ありがとうございました。